確かに夏は直前期じゃないんですよ、はい、だけど、うん、夏にやるべきことを直前期にやることはできないんですよね。夏には夏にしかできないことがある。直前期じゃない分焦れないとか、うん、こうペースが分からなくなっちゃう時期ではあるから、うん、夏は夏でちゃんと目標を決めて動いていきましょうと、うんうん、そのとおり。武田塾チャンネル。まあ、時期的に、うん、これ、まあ、ちなみに収録6月なんですけれども、はい、まあ、みんなが気になるであろう、うん、で実際質問されてますね、よくっていうネタがあって、はい、何かっていうと、はい、夏の過ごし方。夏、受験の夏。受験の夏。あ、辛いな、うん、まあ、やっぱいろいろ気になると思うんですよ、はい、その夏どう過ごしたらいいかっていうのをまず今回やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、夏のについていろいろ語っていきましたけれども、はい、夏ってさ、やっぱ最初にも言ったんだけど、はい、別にさ、受験期じゃないじゃん。そうですね。まあ、あの、うん、海外の大学受けるとかじゃなければね。はい。はい、で、ただ、その、みんなにぜひ、あの、ここは意識しておいてほしいのは、はい、確かに夏は直前期じゃないんですよ。はい。だけど、うん、夏にやるべきことを直前期にやることはできないんですよね。夏には夏にしかできないことがある。そう。なるほどね。そうなんですよ。だから、いいこと言うわ。こう、時間がね、はい、あると思ったりとかしてると、はい。そのね、夏やんなきゃいけなかったことを秋とかね冬に回したら秋冬にやることができなくなるんですよ、はい、そうなんですよね、はい、さっき言ったように夏でやるべきことが、はい、終わったからで受かるわけじゃないじゃん。さっきの話を元にするとさ。そうですね。でしょ。だから、うん、夏でやるべきことを夏にやんなかったら秋冬に夏にやるべきことをやったって、はい、そしたら直前期になるだけなんですよね。時間は戻ってこないんですね。そうなんですよね。なるほどね。だから、うん、直前期じゃないけど、うん、夏にやるべきことをしっかりやらなきゃいけないんですよ、やっぱり。うん、そうですね。やっぱり夏には夏のやることがある。そう。今やるべきことがある、うん、ってことですね。はい、うん。だから、なんていうか、そこで変にペースを乱されないでねっていうこと。うん、直前期を意識しすぎて、はい、間に合わないんじゃないか、もっとやんなきゃ、焦らなきゃって言って、ペースめちゃめちゃ上げて破綻するとかね。はい、逆に、まだあるから大丈夫でしょみたいな感じで、はい、気抜いちゃって、とか受かりそうだからまあなんとかなるだろうみたいな感じで、はい、こうなんかね、そこに何の根拠もないのになんとなく受かるだろうみたいな感じでこう、ね、失速しちゃったりとか結構さ、うんうん、こう直前期じゃない分焦れないとか、うん、こうペースが分からなくなっちゃう時期ではあるから、うん、夏は夏でちゃんと目標を決めて動いていきましょうと、うんうん、そのとおり、うん、夏できることをね、はい、秋にやるなよと、うん、直前期の方が時間は貴重なんだからもちろんね。そうですね、はい、いや僕は本当そのせいでこの志望校対策が本当抜けてしまったんで。すごいギリギリだったもんね最近ね。本当にもう2月までやってましたから、はい、本当に皆さんにはそうなってほしくない。はいですね。なので、はい、夏の過ごし方いっぱい語ってきましたけど、はい、まあ、でも夏にやること分かんない人はもうなんか相談来るっていうか、まあ、武田塾の、ね、サイト見るとかして、うん、もううまく逆算して、はい、今やることを知ってほしいですね。そうですね、うん、まあ、夏もねやっぱりこう時間はいっぱいあるけれども、うんうん、本人のやる気が持つかどうかはまだわからないところなので、はい、ね、まあこうね、ちゃんと自分のペースを作って、はいはい、夏でねこう下地作りして、うん、最後の受験生の追い上げでね、うん、みんなやるからその時期は、うん、だからこそ夏に差が出ると思って、うんうん、そう現役生はこのね、終業式で会った友達が2学期 の, しあの始業式で会うと別人になってるね、可能性があるんで。いい意味でも悪い意味でもね。そう、はい、ね、なのでしっかり頑張ってくれればと思います。はい、はい、今回は以上です。はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へーですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる。それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転合格 .com、 あ、それだそれ、逆転合格 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おお、すごいですか、おお、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、はい、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。